里崎チャンネル。こんにちは。さて、はい、今この時期も自主トレも、はい、みんなやってるわけですけど、はい、そうですね、新人は新人で合同自主トレやってますよね。そうそうですね、はいはい、あれいつもね、なんかあフレッシュな感じがいいなと思って見てるんですよ、ね、なんかビボスみたいな名前みたいなね、はい、最近はね、はいはい、背番号とかもちゃんと入って、そうそうそう、入ってね、あの選手がこの方だなってちょっとね、買わせて、うん、いい時期ですね、なんか、まあ、いい時期ですけどね、はい、あの意味ないことやってるパターンもありますね。新人合同自主トレですか。まあ、新人合同自主トレもそうですけど、はい、まあ、キャンプに入った序盤とかもそうですけど、はい、まあまあまあ、意味ないことをやってることもありますね。そうなんですか、はい、タイム測定とかね、いいじゃないですか、シャトルランとか、シャトルやってます、あとなんか何分以内に何キロ以上走らなきゃいけないとか、はい、もしくは何キロを何分で走ったみたいな、はい、一番だったとか、はい、いや、あるでしょ。いや、シャトルランとか、まあ、これ私はあの楽天しか分かんないですけど、うん、毎年恒例行事で絶対やってますよ。あ、なんかよくね、行動実証で、はい、何分間走何秒で走って、はい、チーム、うん、新人の中で何番だったとか、2番でしたとか、最下位でしたとか、はい、あとは何分以内に何キロ以上走りましたとか出るじゃないですか、はい、いいじゃないですか。いや、1ミリもいらないじゃん。そうですか。え、だって毎年そのシャトルランダンダンダンと音が聞こえて走る 20m 走ですよね、うんうん、あって、まあ、で、この選手は何回であのこれまでの何々選手と並ぶトップ記録でしたとかニュースになるわけですよ。だから持久力あるんだなって走れるんだってなるじゃないですか、うん、まあ1ミリもいらないですよね、野球に。そうなんですか。いや、仮にね、はい、持久力いりますよ。じゃあもう中距離ランナーとか長距離ランナーはそれなんかの役に立つんですか、はい、大げさなこと言ったらね。あー、え、いらないんですか持久力。いや、あのタイムとかいらないでしょ。だってあれで1番ねんからなんやねんっていうね、逆にで、それで、うん、僕ね、もう日本はね、はい、本当におかしいと思うんですよ、はい、日本は、はい、日本のこの野球界、もう多分野球界だけだと思う、はい、他のスポーツは多分こんなことないと思うけど、はい、あのもうこれ昔から思ってた、はい、何ですか。あの走ることだけでその選手の能力を順番付けしようっていう、はい、本当にムカつく査定の仕方。あ、まあ確かに足の速さとかで運動神経いいって言われますね。言うでしょ、はい、全く野球と別にそれがなくても関係ないのにみたいな、まあ、あって損することはないですけど、はい、なかったからってどうやねんみたいな、うん、で、なんかあの走ってるのが遅いとか、はい、もっと速く走れとか、もうタイム切れてねえぞみたいな、はい、なんかないやねんみたいな、なんで一律やねんみたいな、はい、いや、でもなんか目安になるんじゃないですか。なんないでしょ。なんない。じゃあそのそれがだったからどうなったんやっていう答えも欲しいですよね。ああ、そうか、シャトルラン何か行きました。あ、だからもう新人で1位でした、はい、あ、じゃあそれ何なんですかみたいな、それでどうなったんですかみたいな、その選手みたいな、あ、何かそれ何かに役立つんですかっていう、それだからどうなったんですか、どうしたんですか、え、何が大事なんですかみたいな、で結果どうだったんですか、え、しかもそれ毎年やってますよねっていう、はい、毎年やってそれのなんか速くなった遅くなったを見比べて、はい、それでどこまで野球の実技っていう結果に結びついてるかの計算式のもとでそれが大事かやってますよねって。それはパフォーマンスじゃない、パフォーマンスじゃないですよねって。メディアに向けての話題作りパフォーマンスじゃないですよねって。確かに毎年やんないですもんね、あの新人行動自主トレだけやってますもんね。で、それをやったからって、あとなんかこう、はい、走れるから自主トレやってきてるみたいな、もうなんかちょっとよくわかんないですよね、うん、何で走れるから、まあ、マラソン選手じゃねえんだよみたいな、はい、長距離走れてるからみたいな、いや長距離いらんって言ってんねん、はい、まあ、確かに野球長距離ね、あんま使わないですけどね、まあ、何で3キロ走って言ってんねん、はい、5キロ走みたいな、うん、何分間で何キロ走れるかみたいな、だから何やねんみたいな。え、じゃあですよ、じゃあ新人合同自主トレは何をやったらいいんですか。何が、はい、あれ新人合同自主トレってまあ多分自主トレの仕方が分かんないだろうとか、そうだからまあいわばキャンプに向けての準備運動みたいなもんですよね。運動してるわけですよね。あとはその環境になれるとか、はい、プロのね、はい、っていうだけで、うん、そんなハードトレしてないですよね。だからなんかもう走ってるからすごい練習させてるとか苦しい練習させてるっていうのがもう僕は好きじゃないんですよ、はい、そもそも、はいはい、でなんか体力測定とかもやったりするじゃないですか、はい、数値で何とかの平均以上みたいな、
すごい細かく測ったりとかするらしいですね。毎年やってんねやろなっていうそもそも、あ、しかも全選手やってますよねっていう毎年みたいな。でそれに伴って何が弱い、はい、何がいい、トレーニングメニューを考えて1年間やってきた結果、はい、どうなってます、はい、落ちてます、増えてます、はい、それが結果にどう結びついてます、はい、ピッチャーの球速どうなんですか、変化球、スタミナどうですか、打者だって飛距離どうですか、走力どうですか、全部反映させられて毎年やってるんですよね。毎年やってるんですかね。あんま聞いたことないですけどね。そうですね。じゃあ新人合同自主トレって意味ないんですか。意味はあるんですけど、はい、そういうなんか計測とか全く意味ないですよ、正直。じゃあ本当にその今やってる、今普通 の, その2年目以降の選手たちがやってる自主トレのような、まあ、体力作りだったりとか、まあ、基本的には、まあ、体力作り、まあ、準備運動ですよね。でもその計測とかは全く意味ないよっていう、正直。だってあの楽天だとね、はい、あの走るのあるじゃないですか、す、何キロ走みたいなタイムの、はいはい、山崎武史さんも後ろの方はほぼ歩いた感じ走ってませんでした。ちょっとあの山崎武史さんの新人ごとですよ、あの現役の時に、はい、そのキャンプで、あ、キャンプにした時になんか走るとかってあるじゃないですか。あるかもしれないです。それ山崎武史さんとか、はい、多分後ろの方超ゆっくり走ってましたよ。あ、そうなんですか。だって走るの得意そうじゃないでしょ、はい、でもホームランを。確かにおかわり君も走るの得意そうじゃないですよね。でも短距離とか速いですよね。あ、何気に。ああ見えて。あ、そうなんですか。でもそれはもうね、そんなバンバンね、金子とか源田とかに比べたら遅いでしょうけど、シャトルラインやったらね、数少なそうですもんね。いや、わかんない、ちょっとなんとも言えないです。ごめんなさい、ごめんなさい、イメージですよ。イメージですよ、ほんと。いや、なんか荻野選手と比べたら、荻野選手の方がシャトルランすごいいきそうじゃないですか。だってシャトルラン遅いからって、はい、だからどうしたんやっていう。そうですね。ああ、そのあのよくわかんないですよね、その8万のだけ計測してみたいな。そっか。でも確かにあのこの選手百何十何回来ました、すごいってなっても、だから野球に何がいいのかって言ったらわかんないです。ああ、だからないよりあった方がいいですけど、うん、あのだから僕はパワー系の筋力とかは、はい、信用しますけど、はい、タイムってみたいな。で、いやいや、はい、それだったらもう野手だったら、はい、その塁間のタイムの方が気になるわっていう。あ、塁間タイムとか測んないんですかね。聞いたことあります。ない。でしょ。はい、ない。そっちの方が気になるわっていう。 そうですね。リードして、はい、スタートからセカンドベースに立つまでに、はい、まあ、速い選手で 3.2 秒って言われてるんですけど、はい、それがどうかっていうところの速い遅いがあって、その 0.1秒をどれだけ速くできるかをするために何を鍛えなきゃいけないのか、スタートなのか走り方なのか、うん、ね、が大事じゃないですか。もしくはファーストからサードに行く、はい、打ってからセカンドまで行くのがタイムがどうで、それを速くするために、はい、もうちょっと回り方を考えようかとか、はい、ベースをね、うん、もうちょっとこの筋力アップしようかとか、走り方しようかっていう方が大事で、はい、シャトルでみたいな。確かに言われてみれば、そのシャトルランって実践には全く結びついてないわけですよね。うん、そうですね。しかも速いからってどうしたんやっていう。はい、あの完全に僕が走るのが好きじゃないっていう人の言い分ですけどね。まあまあまあ、確かにファンの位置、あれですね、ファンへの向けた位置パフォーマンスなんですかね。だって1位だからどうしたんやっていう、もうそんでみたいな。まあでも選手からしたらですよ、はい、そこで頑張る、それでニュースに取り上げてもらう、この選手1位でしたって。で今年確か楽天のシャトルランの1位の記録の人は育成の方なんですよ、うんうん、それ名前を覚えるんですよ、ファンは。今だけね。ああ今だけ。でも何でもいいから覚えてもらうのが大事じゃないですか、うん、だからあれですよね、パフォーマンスですよね。だからやらしてる方の問題ですよ、は。ああ、そっか、うん、って思うんですよ、僕は。だからもうあんな絶対意味ないのになと思うんですよ、はい、ちなみに佐藤さんね、そういう計測がやっぱちょっと遅かったんですか。僕だから僕本当だから遅かったっていうか、それはもう遅かったですよね。1位の人がこんなこと言わないです。そうですね、はい、頑張っては走りますけど、はい、うん、もう本当意味ないなって思う練習いっぱいあったっすもんね。あの100走って100帰ってくるっていうので、はい、だから200ですね、うん、100行って往復200のスタートして1分後にはまたスタートするっていう、はい、あ、大変のの、うん、あの10本っていうのがあったんですね、はい、僕が若い時にロッテの練習で、はい、であって、うん、いわば全力で走ってももうきつくなってきたら、速い人とか楽な選手はじゃあ20秒休めたりとか30秒休めたりとか
しますけど、もう遅い人とかってもう10秒休めないんですよ。行って帰ってきたらあまたあもうすぐ、ああスタートってなるから、こんなのきついと思って、はい、もう休まないっていう方法を取りましたね。ゆっくりずっと走る、だから要は1分かけて 200m 走って、はい、だから10分かけてゆっくりランニングしてる感じ、2キロするっていう、ね、はい、でもルールの範囲内じゃないですか、はい、でそれでも何とも言われないんですよ、はい、この練習なんやねんと思った。確かにそれただの知恵みたいな感じになります、はい、だって全力で走って帰ってきても、だからそれだったらね、はい、まあ、今更言ってもあれなんですけど、はい、俺のもうこの 200m のタイム知ってんのかと、全力で走った時に、うん、ってなった時に、はい、7、8割で走ったタイムをしっかり切れるようにして着いたら何秒後にスタートっていうのは一律一緒っすよね。一緒にしなきゃいけないですよね。そうです。だから早い人はその帰ってこなきゃいけない秒数が速くなるし、うん、遅い人は遅くなるし、はい、で帰ってきてからの回復力を示す秒数は同じにしないと、うん、こう練習なんないですよ。これ何の練習やねんと思いながらやってました。あ、確かに言われてみたらそうですね、うん、だからこう楽な人は軽く走っても、うん、じゃあ40秒ぐらいで帰ってこれたら、はい、20秒休憩してまた軽く走って、はい、って、はい、うん、ってのと全力で走って帰ってきて、はい、もう10秒しか休みなくて、はい、それ10分いけないでしょ、はい、それだったらもう僕はもう持久走って言って、はい、ずっともう1分で 200m だからもう10分間で2キロ走る、まあ、言えばその練習に実践につながる、なんて言うでしょう、目的ってないんでしょう。ないんですよ。ただやらしてるだけなんですよ。はい。ただただ体力付けとかのためにただじゃあこういうルールでやってみようみたいな形ってことですね、うん、そうそう。それを走るのだけでやる、測られるのが好きじゃないんですよ。あ、まあそっか。じゃあ大げさだったらベンチプレス何キロ上げれるかとか、はい、スクワット何キロ上げれるのかとかも入れてやって。それ計測しないんですか。うん、見たことないです。へー。それを第一やって、じゃあベンチプレス何キロ以上上げなきゃいけないって聞いたことありますか。ないです。でしょ、はい、スクワット何キロ以上上げないと、お前何やってんねん、お前もっと上げろこらーって聞いたことないじゃないですか。確かに選手名鑑とかも、まあ、50メートル走のタイムとか書いてあるじゃないですか。でも、じゃあそこにスクワット最高記録何回みたいなのが何キロとか書いてないじゃないですか、はい、で秒数とかだと、切れなかったら、はい、ゴー、ヤーン、さあ、はい、切れない、もう一本とかって言うじゃないですか、はい、お前、スクワット、はい、上げれない、もう一回とかって言わないでしょ、はい、なんでね、この走るの、お前、第一みたいな、お前っていう。これじゃあ、選手メーカーになんか違う項目の測定値も欲しいですね。スクワットとかね、はい、だからベンチプレス、ホームランの走法で足大事やって言ったじゃないですか、はい、だからスクワットとか、はい、じゃあベンチプレスとか、はい、背筋、腹筋とか、うん、足の速さしか書いてないですもんね、うん、なんかもう走っとけばいいみたいな、確かにもうそういうのマジやめてほしいですね、はい、っていうかマジやめたいでもいいじゃないですか正直ね、まあ、分かるんですよ、言ってること分かるんですけど、走るのが嫌いな人のただの言い訳にもちょっと聞こえてくるっていう。いやいや、嫌いながらも真剣にやるんですよ。あ、そうですね、それは自分のために、はい、だから嫌いながらも真剣にやるんですけど、はい、その真剣にやってるのに、はい、遅いからっていうだけでタイムが切れてないっていうだけで、はい、文句言われてるのが腹立つんですよ、うん、そうですね。それだったら俺の得意分野のパワー系でも、はい、そのパワー走るの速くてパワーないやつにも文句言えやっていう。ああ、なんか全然上げれてないやないかって言うんかっていう。言わ全然言わへんやん。なんで走るのだけでこっちはこっちで必死でやってんねやって。もうどう考えてもその秒数俺の能力じゃ切れねえんだよみたいな。そうですね。でよくあったのが、はい、ポールポールっていうのがあるんですよ。はい、ポールポールっていうのは、うん、レフトポールかとかもしライトポールからこのフェンス沿いを走って、はい、向こうのポールまで着くまで何秒とかっていうのがあったんですけど、はい、それがどの球場でやってもタイムが一緒なんですよ。バカかお前っつって、球場によって長さ変わるぞと、はい、だって膨らみが大きいところは、はい、だってフェンス沿いに行くやから長くなるし、ね、はい、膨らみがないところは短いのに、はいはい、どこでやってもポールポーズのはい何秒以内っていうタイムが一緒って、はい、バカかお前っていう。そうなんですね。お前球場の色とでタイム変えるとどの球場も同じタイムじゃないからねっていう。そうですね、はい、だってもしメイン球場でやるポールボールのタイム走とサブグラウンドでやるポールボールのタイム走同じタイムって言って、はい、バカが同じ距離ちゃうぞっていう。そうですね。とか本当マジあれもへえありえんかったし、まあ、練習してるといろいろ何のためにやってるんだろう、なんでやと思うこといっぱいあるんでしょうね。うん、だからもっと、ね、意味ある効果的な方法で、はい、なるほどっていうの欲しいですね。はい、そうです、ね、分かるっていう。あと本当今話しててファンは選手名鑑とかでやっぱりそういうのって見るしかないじゃないですか、うん、この選手は足速いのかなとか、うん、まあ、メディアではちょっと取り上げますけど、うん、だからスクワットの回数とか入れてほしいですね。
ベンチプレス最高何キロ上げられますとか、うん、そしたらこの日パワーも比べられるじゃないですか。そうですね、欲しいですスクワットマックス何キロとかね、はいはい、あのこれ何キロまで持てますみたいなとか欲しいです。欲しいですね、うん、誰か作ってくれないかな。まあ、それを測ってないってことですよね、球団が。そう、測ってないんですよ、はい、そうだから重んじてないってことなんですよ。そうですね、重んじたらやるでしょ。はい、重んじてないってことなんですよ、それを全選手やってないってことは。はい、いやそっちの方が重んじた方がいいよって俺は思うんで。パワーですからね。じゃあまあまあ、 あの意味のない練習をね、瀬戸さん今してるかもしれないですけど、まあでもね、最後に言いますけど、はい、意味ない練習も必死でやっとかないと本当に意味なくなるんで、はい、意味ない練習も必死でやった方がいいですよ。そしたらね、あの気づいた時にこれ意味あるなと思う時たまにあるんで。そうですね、みんな頑張ってください、はい。